よっしゃ、続きやっていきましょう。前回は保管庫の鍵かなをゲットしました。開けられる先、左側なんか閉まったところあったからあそこかな。こっち側はこの先は出口ではないわね。青鬼の巣になってんのかな。すげえ動じてないね先生は。じゃ左側行ってみましょうか。多分一番最初のここ開かなかったよね。こっち行ってみます。保管庫の鍵を使った。お、牢屋じゃん。保管庫って人間を保管する場所だったの。あ、何考えてんだよ、早くここから出せよ。これは、あの生徒たち？俺たち、どうなっちまうんだ？は？過去の記憶ってことか、閉じ込められてたってこと？誰に？人体実験でもされてたのかな？もしかしたらあの生徒たちが青鬼に改造されたとか？いや、怖いんだけど。こっち側は、あ、ちょっとなんか雰囲気変わってきたね。何これ？先生！ん？あ、よかった。これでも、怖いものなしだ。生きて、帰れる。やった！先生になってからの話？それとも。うわぁ、なんなんだよ、これ。ペイントちょっと広いフォームで直してほしいな。何もないと。怖いな。一歩一歩進むために過去の記憶がどんどん暴かれていく。こんにちは。何なさってらっしゃるんですか？青銭貯めてるんですか？ガチャをしようとしてるんですよね、きっと。そうですよね。え？あ、一言もしゃべらず聞いてた。早くこっから出なきゃ。頭がいかれてきちゃってるのかな、もしかしたら。過去の記憶がどん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 わんさか出てくるからね。左側行ってみます。お、なんだろうこれ、屋上。なんで所々リフォームしてあんだよ、これ。イノベーションなの？イノベーションブームなの？え、どういうこと？トイレから出てきたの俺。なんでトイレに通路があるんだよ。入るんかい。ちょっと模様しちゃったわみたいな、そんな感じ。結構でもトイレは綺麗だね。ちょっとウォシュレットがついてないのがちょっと不安ですけれど、大丈夫と。鏡は映らないと。先生幽霊説あるよ。こっちが何もないね。じゃあ下行きます。ここ女子トイレだよね。女子が2で、あ、じゃあ女子が1で男子が、これか。7月8日が女1人、10月2日が男2人。女子男子の順番で並んでるから暗証番号78102とかないかな。これは像がある。あ、1246、サイコロがあるね。これもメモっとく。1関係とか関係してるのかな。で、女子トイレがあって男子トイレがあって4で6、像もあるね。この像何なんだろう。ここ美術室？でも美術室でどっから出てこなかったっけ。まだ出てきてない。音楽室はあったよね。これは鼻が取れるとかないのか。これ誰だろう。もう左右で向いてるね、黒と白。これも関係してるのかな。左側黒で右側白、向かい合っていると。左側、ちょっと怖い。そろそろ怖いからセーブしておこうか。オッケー。これもじゃあさっきのやつと同じだから関係ないのかな。手紙は読めない。これ何、新聞紙か何かかな。たくさんあるけど、あ、ちょっと絵が違う。ハゲ親父になったよ。バーコードになったけれど、これ頭上注意とか言ってたやつこれじゃない。なんか来ない、頭上から。これ来ないね。なんもない、なんもないか。これ上を登る感じなのかな。あれ、額縁の人がいなくなって。行くの、ここ。行かなきゃいけないの。やだな、行きたくないな。まあ行かないわけにはいかないもんね。行きます。ほっ、うーわー、全部青鬼になってるよ。やっぱり青鬼は元人間だったんだね。それがみんな青鬼の姿になっていって、なんかそこおかしくない、ここおかしくない、体が映ってないよこれ。めっちゃ正面向いてるし。ふっ、大丈夫、何もないと。え、めっちゃ怖いんだけど、進んで大丈夫なのこれ。もう、どん笑わせないでよ。ちょっとなんだろ、そのギャグ。サムネ用にちょっと近づいてもらおう。オッケーっす。ありがとうございます。ちょ、どんどんワーサが来るんだけど、なんなの、私は絵になりたい。そういうことなの、歴史に残る人物になりたい。そういう意思表示が感じられるんだけど。やめて、ちょっと追いかけすぎだろ、お前ら。どこまで追いかけてくんだよ。これトイレまで入って大丈夫？入って、個室に隠れる。大丈夫だよね。女子トイレ、ここ女子トイレだし、男子禁制ですよ。やめてよ。お願いしますよ。女の子しか入れないんだからね。ついてる人は来ないで。ついてる人来ないで。大丈夫。これは大丈夫そうだね。どんどんも言わない。オッケー。そうだよね。やっぱ恥ずかしいもんね、青鬼だって。なるほどね。まあ、タンスとかさ、ロッカーならさ、まだしもさ、ここだったら普通入ってるって考えないのかね。普通開けて確認すると思うんだけど。まあ、青鬼は多分優しかったの。じわじわ殺そうとしてんじゃない俺らのこと。多分わざと生かしてくれてたんだよ。恐怖こそが最高のスパイスだとか言って、俺らに恐怖を極限まで味合わせて、で、お肉を柔らかくしてから食べるみたいな。そういう感覚大事だと思う。ストレスって肉を柔らかくするって、どっかで聞いたことある。
どっかで聞いたことある。夢の中で見たことあるような気がする。こっから出てきたの？え、もっと奥から出てこなかったっけ？あ、なにこれ？ん？岩がここにあったら動かせなくないか？でも上の方になんかあるし、右側だけあれ青鬼になってるのすげえ気になるんだけど。ここ出てくるんじゃないの？セーブしとこう。もう私クラスになるとどこで出てくるかもうわかるんですよ。出てこない、出てこない。これ踏む？あ、意味ない。この段ボールみたいなこれ何？これ乗れないもんね。これをなんかしなきゃ岩が動かせないのかな？でもどっちにしても、このさ、茶色いやつがないと、こっち側に持ってきても角になっちゃうから、無理だもんね。まだここはいけないのかな？それとも何か重い別の何か。ああ、ここも？あ、ここも入れる。スイッチを？岩が元の位置に戻ったみたいね。でっていう。どっちにしてもこれだって引っ張れないでしょ？ねえ、右と左どっちかにやっちゃったら角に行っちゃって押せなくなっちゃうから意味ないもんね。何かギミックがあるのかな？多分上に乗るギミックとかがあるんじゃないかな。とりあえずここも OK。下からなんか出てきたやついなかったっけ？一番最初がそこだから、下から出てきたところで入れるところあるんじゃない？ない。あれ？ないか。俺の勘がそう言ったんだよな。なさそうだね。でも一番最初もっと奥の方にいる？もっと奥の方が出てきたっけ？出てきたところ見てなかったかな？多分合ってると思うけど、なさそうだね。とりあえず一番右まで調べるけど。なさそう。じゃあ左側から攻めていきましょうか。多分あの岩はね、後で来るところじゃないかな、こことここは。じゃあ左側から攻めていきたいと思います。ドキドキよ。お、なんかボタンあるよ。押しちゃって大丈夫？反応しない機械の不調が多いわね。まあ、ずっと使われてないからね、点検してないだろうし。一旦停止させて、扉を開ける必要があるわね。一旦停止。左側に。あれ？青銭。ってことは、あそこの岩の謎を解決しなきゃいけないのか。もう、どうすればいいんだろう。やっぱ端まで動かしちゃったら動かせないもんね。どういうこと？こっちにはボタンが、リセットボタンがあるのに、右側の方にはリセットボタンなかったよね。この違いは何なんだろう？ん？あ、びっくりした！一瞬ブンブンが見えたんだけど、どういうこと？一瞬ブンブンが見えたよね。何今のブンブン。これさ、位置が、あ、もしかして連動してるとか？びっくりした、今一瞬ブンブンが出てきたから。これさ、こっち側にリセットするじゃん。で、今右側に2個動かしたでしょ？で、こっち側のやつ右側に2個動いてなかった？ほら！リセットボタンを押したから元の位置に戻ってる。だから、あ、そういうことか。こっちの岩を左側に2個動かすじゃん。そうすると、あっち側のやつが、動かせるようになってるんじゃない？これで。ほら！だから、こいつを2マス動かすじゃん。そうすると、あっち側が上2マス動いてるから、右側に移動できるようになるんじゃない？これで。だね。だから、1、2、3、4。あー、でもそれだとダメなのか。こっち側に、上。そうすると、右側はあれだから、もっと上かな？これで、一番上までやったら右側が、でもここのさ、岩のところから青鬼が出てくるって分かっちゃったからな、急に出てきそうで怖いね。で、これは、真ん中までやればいいのかな？これでこれを真ん中までやって、で、左側の部屋から下から押して上に突き出す感じで良さそう。ちょ、マップを覚えとかなきゃいけないっていうの大変だね。結構遠いし。どういう仕組みなんだろう。違うな。1、2、もう2個か。もう2個右。いけるかな？もう2個右にやって、上にやって、あ、でも上にやっちゃうと、あ、いけるか。もう2個右にやればいいよね。で、この青鬼。もうここに青鬼がいるから絶対出てくるって仕掛けといた瞬間。で、2個。で、そうすると上に押せるようなんか上に2個やって、ラスト、右から押して、スイッチを押すって感じじゃない？だね！いい感じ、いい感じ。ちょっとこれ押したらセーブしておこうかな。あそこ左がここ青鬼になってるのか。それ気になるな。オッケー、セーブもしたんで、じゃあ押しますよ。いきます。ほっ！エレベーターを緊急停止、下降します。よし、降りてきたみたいね。緊急停止、下降します。じゃ、この階まで来てくれたって感じなのかな？出てこない？あ、絶対出てくると思ったけど、そんなことなかった。急速ブンブンが終わって、どっか行っちゃったのかな？何か見えたような気がするけど、気のせいかな。あれでも追いかけてこないの？これどういうこと？すっごい呪い。でもセーブできないから多分これ当たり判定はあると思うけど。どっち？上？
上行くの。で、これで巻いていけばいいのかな。動き遅いから今のうちに、ほ、エレベーターに乗る。でいいんじゃない？はあ、はあ、めっちゃ揺れてる。まさかあんなのがエレベーターに詰まっていたのに。あ、あいつのせいで動けなかったってことか。あいつその間食料どうしてたんだろう。急行車の屋上まで行けば、非常階段から逃げられる。生徒を置いて逃げるかよ、お前は。あと少し。え？いやー、そんなに大したことあったら？うん。いやいやいや、すげえ盛り上がったわ、マジで。なんだ、肝試しでもしてたのかな？はぁ、疲れた。なんで私まで。あれ？おりり？ん？何よ、今度は。ニケちゃんがいなくなっちゃった。どこ行ったんだろう？連れてきたのかよ、ニケちゃん。連れてきたの？どういうこと？ちょっと探してくるね。あ、ちょっと、待ちなさい！本当にあいつら、なんで来たんだ？いや、面白そうなことに首を突っ込みたい年頃なんだよ、あの子は。あ、戻ってきた。何なの？あっ！嘘でしょ。先生。先生はどうしてたんだろう？先生一人で逃げたってこと？あっ！びっくりした。灰色の青鬼さん。あなた動くんでしょ、どうせ。助けてと肩に掘られている。誰かがここに来たってことか。セーブしときます。怖いな。絶対動くとは思うけど。こっち側から入ってみる？うっ！何これ？あっ！ここあれじゃん！先生たちの教室。だよね、ニケちゃんの巣もあるし、黒板消し、今度こそ入れる、入り口できる。あ、よかった、成長してる先生、よかったよ。自分の教室のやつにも入れるようになったんだね。何この大穴、こっから青鬼が生まれたってこと？何か別次元と繋がってそうで怖いな。ここなんかない？お、ペットのケージが置かれている。中には何もいないみたいね。子孫は残ってなかったか。まあ人間がいないからね、そこにね、閉じ込められてたら生きられないだろうし。右側行きます。ここ絶対青鬼出てくるよ。だって青鬼前提のさ、配置になってるもん。ここには何もないわ。あ、何もないの？なんで何もないって言い切れるの？もしかしたら何かあるかもしれないじゃん。ところどころ、ひびが入っている。何もないって青鬼の像があるじゃないか。目は節穴なのかい？うん、読み取れない。なんでみんな肩に書いてあるんだろうね。絶対どれかは動くと思うけど、日付が書いたシールが貼られている7月、あ、これさっきのやつだよ、7月8日、女一人。これ何なんだろう？動かせたりしないもんね。動かしてなんか位置を変えるとかっていうわけでもなさそう。これ腕相撲してた奴らなのかな、もしかしたら。よく見ると小刻みに震えている。多分さ、それで震えて腕相撲してる最中に、青鬼化してしまったってこと？ありそうじゃない？あ、いけない。あ、くすぐってみようよ。こんなことしても意味ないわね。思いもね、動かすんかい。すげえな、動かせるんかい。だったら今までの動かせよ。なんでそいつだけ動かせるんだよ。こっちは、これは生徒手帳？お？元に戻しておきましょうか。え、なんで戻しちゃうの？早く先に進みましょう。こっちの戸棚は立て付けが悪くて開かない。え、せっかくゲットできるのに、どういうことだろう。なに、後で来るって感じなのかな。ちょっと意味深だけれど、ここには何もないわって言ったり、ここに来させたくない感じを出してるじゃん、この先生。なんでだろうね。もしかしたら校長先生編で使うのかもしれない。とりあえずじゃあ今は戻りましょうか。屋上の方向かってみましょうかね。屋上に何かの原因があるんじゃないかなと思うけれど、この配置もいやらしいな、なんか。セーブしとこう。さあ、ここにも生徒いたけど、左側がいなくなっている。崩れる寸前だ。これさ、石像に一回なった後に崩れて中から青鬼が出てくるっていう仕組みなのかな。あー、ほこりまみれだ。ここはなるべく入りたくないな。こっち側は何もない。奥行ける？あ、行けるね。エレベーターがな、どうのこうのって言ってたけど。こんにちは。わー、ブンブンしてる。こんにちは。あー、そこ入れたな。クソ、入れたけど時間経過の方が楽だし、こっち側よ。マジかマジかマジか、やばいぞこれ。こっち側行けんの？エレベーター行けないよね。屋上の方はなんかあっち側奥まで行けそうだったから、先にこっち側から攻略してみるっていうのも手かもしれないけれど、何もないかな。ここ剥がれてるのすごい気になるんだ。抜けたりしない？穴右側。お、あ、なんか光ってるよ。水が抜けてるから普通に歩けそうだね。ボロボロだけど何かに使えるかしら。木材、これ俺がさ前にやったやつなんじゃないの？昔やったやつ。うーわうーわうーわ、どうなってんのこれ。崩壊して流れ、なだれ落ちてんじゃん。こっから降りればなんとかなるんじゃないの？でも3回以上はさすがにきついか。うわ、すごいことになってる。何かがここで行われたんだろうね。扉は開けない方が良さそうね。なんで開けないんだ？もしかしたら重要なアイテムがあるかもしれないじゃないか。うわ、ところどころ窓が開いてるからな。ほら、2階とかさ、1階開いてんじゃん。だったらそこから飛び降りればいいような気もするけれど。
じゃあ戻りましょうか。木材手に入れたんで多分奥で使うんじゃないかな。あのブンブンの先で使うと思うんで持っていきましょうか。とりあえず入り口前でセーブ。こいつは絶対動くと思うからね、ちょっと要注意しなきゃね。さあじゃあ行きましょうか。あ、ここ強制ではないのか。なるほどね。偶然ブンブンだったわけか。こっち側はいけないと。ここなんか見たことあるようなないよ。なんで乗ったの？入れねえんだけど、ここ。どういうこと？ここ逃げ場ポイントじゃない。逃げられない。フェイクなんだけど、フェイクロッカーとかやめてよ。こっち側は？いけない。乗ったりもできない。これなんだろう？机をなんか持ってきて、ここに足場にするとかじゃないのかな？ダメか。じゃあこっち側行きます。お、外？かな？なんだろうこれ？ベランダかな？ベランダ側からこっち。うわ、木が。大きな木。樹齢200年ぐらいありそう。右。うわそれは無理じゃないか。畳の和室。なんで畳の和室がこんなところにあるの？畳じゃない和室なんてないけどさ。え、これ大丈夫？いける？で、これ右側行って、下行く。あ、逃げられた。どこここ？まだまだ？まだ大丈夫か。ここあれじゃん、拓郎たちがいたところ？だよね。こっちが奥行ける？あの、ヒロシがラストで出たところじゃないの？ここ。セーブしとこう。オッケー。でも畳のところ調べたいんだけどな。ん？よし、これで通れます。行きましょう、拓郎。あ、やっぱり、拓郎？この声は。え、大丈夫なの？あー、これであれの拓郎編の最後と繋がるわけか。あ、拓郎くんも、無言で立ち去る。おい、追いかけてきてんじゃねえかよ。ほら、無言で立ち去るから、先生どうして見捨てたのって言って追いかけてくんじゃねえかよ。お前、自業自得だからな、この結果は。ギリギリまで引きつけた。うほほほ、岩雪やめろよ。飛行タイプに抜群すぎるだろ。怖い怖い。ちょっとこいつ足早っ。やっぱギリギリまで待つのはきついかな。離れれば離れるほど、タクロが出てくるスピードも遅いみたいだから、ちょっと逃げられるところ。この岩雪やめろよ、びっくりするからよ。これなんか、あの襖の中とか入れそうだけどな。いや、まずい。あ、ぶね。あ、ちょっと。そこどう出るの？ここは道、あ、そう、かすかに見えるね。道になってんのか。なるほどね。くっそ、そんなの分かるわけがないじゃないか。よし、逃げられた。こっち側はもう行ったもんね。なんかことが怪しいけれど。マジか、じゃあこれも拓郎ともこれでお別れなのかな。で、この襖の部屋とか、これ入れないの？入れないか。微妙に上にある、引いてあるなんか屋根裏部屋の入り口みたいなの？あれのせいで道が隠れてるけど、通れる場所もあるのかな？こっち側通れなさそうだしね。またあっち側行けばいいのかな？ヒロシと合流するわけもないもんね。ヒロシとは会ってないわけだし、ヒロシ編では。ジョーク進んでみましょうか。何か変わってるのかもしれない。先生一人で脱出して、それで助けを呼んでくれてるのかもしれないね、実際。実際最後まで生き残るのかっていう話だけど、ここのギミックは多分ヒロシが解いてくれてると思うけれど、ん？非常階段が別のルートを使うしかないわね。あ、鍵閉められちゃったってこと？ギャラリーの奥だって。あー、行ってみましょう。なんでヒロシわざわざ閉めたんだろう。青鬼が来ないようにって感じなのかな。ギャラリーってどっち？こっち？この謎とかもう解いてあるもんね。こっち側。この奥になんかあんの？あ、てんてんてん。確かここにも。カラクリ屋敷かよ、ここ。コード2確認しました、だって。知ってる。うわ。セーブしとこう。さあさあさあ、階段かな、これ。柱が気になるけど、この柱で青鬼とか負けそうだね。ここまでね、2行開けてると。オッケー、上行きます。お、なんだこれ。水道設備はまだ生きているようね。あー、でも錆水とかすごいから、しばらく流しっぱなしにしといた方がいいと思うけど。なにこれ、パソコン？電力不足。故障？予備電源につなぎ替える必要があるよね。あー、なんかでも左のところになんかつながってるけどね、光の柱が。こっち側は何も表示されていない。と右側の電源を、嘘だろ？これはバケツとか消火器とかいうレベルじゃないわね。バケツとか消火器めっちゃ重いさ。これ触ることもできない。近づくこともできない。あー、こっちが行けないと。1マスは近づけないんだね。じゃあこっちが戻って左側は？お、電源が生きているわね。剥き出しの電線を渡るのは危険。なんで剥き出しになってんだよ、そもそも。渡るのは危険ってことは、こっち側行こうとすると、あ、ダメなのか、行くこともできない。でもなんか足場があるね、これ。木の板でもあれば橋にできるのだけど、この辺りにはなさそうね。あ、でも持ってきたじゃん。うん。じゃあ、下とかはいけないもんね。足跡があるのがすごい気になるけれど、これは電源？この電源装置は壊れているみたい。繋いでもしょうがないってことか。これは？年代物ね。あ、バケツ！これに水を汲むの？
さっきバケツはどうのこうのって言ってたから多分違うと思うけど、消火器があるね。バケツと消火器を両方使うって感じなのかな。じゃあ木材使います。これで橋にして、ん、上はいけないよね。あ、そっちか。電源自体の出力が弱いみたいね。停止したいけど電源ボタンみたいなのは特になさそうね。ん、なさそうね。壊すのかな。バケツで壊すとか。叩くと甲高い音がするわね。これで思いっきり叩くとか使えないか。これ水出るならさ、バケツに水汲めない？これで火消せねえかな。アイテムでバケツを使う。お、水を汲んだ。これを電源にあんのかな。なんかこれさ、バケツじゃどうしようもないって言ってたじゃん。これの火は消せないから、これで漏電させて、あれを壊すとかだよね。まあ一回試せばいいのに。往復して消せばいいのにっていう話だけれど。多分こっち側に水をぶっかけて、漏電させるんじゃない？重いわねって。電源装置にバケツの水をひっくり返した。うわ、大変なこと、うわ、爆発とかしないの？停止したみたいね。はぁ、重かった。バケツを手に入れた。もう一回組むのかな？で、多分こっち側の電源を使えばいいんじゃない？先に消火器取っとこうか。中身は空か。ダメか。でも青鬼と対抗するためにさ、ね、オーダーするように持っていってもいいような気もするけれど。じゃあつけますか、これ。装置は動きそうだけど、接触が悪いみたいね。何か使える金属を探してこないと。金属？金属？ここの部屋にあるかな、どっか。さっきの漏電したやつのパーツとか使えないのかね。うん、中身は空。こっちが何もない。この穴は何もなさそうだね。接触。バケツでいいのかな？金属だから。さすがにこれでもスチールとかじゃないの？金属なの？使えない。あ、向きが違ったかな？バケツ。あ、できた。電源装置にバケツを差し込んだってどういうこと？電源装置の電気が金属製のバケツを通して回復した。金属製だったのか？だから重いって言ってたのかな？さっきの重いっていうのがフラグだったのかね？これで電力が回復したのかな？これで左側 OK と。B ブロックにて火災を探知、スプリンクラー。お！これで火が消えるのかな？どうでしょう。あ、いけない。こっち側か。おー、消えた、消えた。これで、ここを繋げば OK って感じなのかな。さっきの火事で断線してしまったのね。多分断線、あ、これでしょ？これが多分金属、うんぬんのやつなんだから、これを多分動かしていけばいいと思います。で、これを左側にして、よで、下から押し出して、簡単だね。上まで行った後、右から行って、下。こんなんで通電すんの？下はガバガバなんだけど、これで通電できたみたいね。これ子供が見て信じちゃったらどうすんだよ、もう。OK。養育は絶対真似しちゃダメですよ。こういう状況に陥ってもこういうことしちゃダメですからね、皆さん。さあ、上の方行ってみましょうか。お、怖い。左側。お、なんだこれ。何、あ、見れないね。ここなんか青に出てきそうだからセーブしとこう。OK。さあ、うわ、やっぱり、お前かよ。タクローバージョンかよ。え、これどうすればいいの？右？右じゃない。ちょっと、行くしかない。えい。え？大丈夫なの？あ、逃げられた。よく飛び入れたの、お前。そんなん飛び降りれるならさ、さっきのところ屋上から飛び降りればいいじゃない。ぐっ、まだ生きてる。行かなきゃ。足くじいたりとかしてない？大丈夫？なんかたくさん資料があるね。これ何？物置小屋、使われなくなった備品とかを入れるところ？これだけすごい綺麗で、青鬼の手が汚されている。今回青ゼリポイント多いな。じゃあ、下行きますか。セーブしとこう。先生のビビリが伝わっちゃったかな、俺に。さ、右か左か、右から行きましょう。うっ、何の音？すごい音したよ。うわ、まだ追いかけてきたの、それ。しつこい。しかも近いんだけど、ちょっとやめてよ。プライベートゾーン守って。うっ、オッケー。あ、逃げられる、これ。嘘でしょ、先生逃げ延びたの？早い、バカ！嘘でしょ、嘘、嘘！逃げられたの？おお、足速。最初からその速さで逃げるよ、お前。置いていかれちゃった。先生、僕を置いていくなんて。ひどいよ。うわ、あー、もう全員揃っちゃってる、三人衆。青にパフュームバージョンが来ちゃった。チョコレートディスコとか踊りそう。昔、町外れにある学校が突然閉鎖されたらしい。どうして突然閉鎖されることになったのか、今ではその理由を知る者はいなかったが、人伝いに囁かれている、こんな噂があった。廃校になったその校舎には、青い化け物が出ると。その廃校になったっていうのが先生がいた学校だったってことか。あ、男生徒イケメン来たよ。クソ、あかねえ。なんで肝試しで学校に入ったのに、こんなところにいるわけ。あれ、また先生いるじゃん。ここ牢屋だよね。ちょっと私たち、やばいんじゃないの？とにかく、話を整理しようぜ。まず、先生はどうしてここに？廃校にみんなが入るのが見えたから、心配で追いかけてきたの。
あれ、これヒロシたちと言ったセリフと同じだよ。私も校舎に入った途端、目の前が真っ暗に。どういうこと？ちょっと今怖いんだけど。これ未来の話なのか過去の話かでまた変わってくるよね。今の先生、最後に出てきた先生は、ヒロシたちより会う前の先生なのか、それとも今回逃げ延びた後の未来の先生なのか。はい、すいません、終わる直前でキャプチャーが止まってしまいました。マスクを手に入れました。先生、どういうことなんですかね。せっかく先生編が始まってやっと謎が解明すると思っていざ始めてみたら、ますます謎が深まってしまったという感じなんですけれど、校長先生編、最後の校長先生編のストーリーで全てが明らかになるんですかね。昔から多分その廃校になった時から先生はいたと思うんで、校長先生は謎が解けるんじゃないかなと思います。わー、早く校長先生編来てくんねえかな。もう明日にでもしてほしい。明日にでもアップデートしてほしい。はい、というわけで、次回はアップデート待ちということで、校長先生編楽しみですね。早くしてほしいです。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。